だから自分のその癖をまず見た方がいいかもしれない、うん、そもそもリストをあんまり使うと良くないよね、うん、今こう構えてるのにこうやって打っとこうとするんだよね、うん、絶対そうなっちゃうね、うん、これでスライスですって、うん、それはそうだろうと思うんだよね。ゴルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチキラーゴルフ。今回は梅里カントリークラブでオールジャンルの鳥居さんにドライバーを見ていただこうかなと思います。お願いします。ドライバーなんですけど、まあ、スライス、うん、あスライスね。ドライバーの悩みとしては一番多いんじゃない、うん、どうしても捕まらない人いっぱいいるもんね。そう、うん、スライスはね結局だから手でこうどうにかしちゃう、うんね、それがどんどん悪くなって今度左も行ったりとかするし、うんうんうん、スライスね、うん、直しましょう。じゃあ直しましょうっていうかスライスの原因をまず見たい、うん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 、どう思うスライスの原因はどう思う。えどう思う、うん、フェースが開いてる。フェースが開いてるよね、うん、振り遅れた。振り遅れたフェース開いてる、まあ、そういうことが多分一番のあれだよね。カット打ちとかね、うんまあ、そもそもスライスを打とうとしてる、うんうん、一番私が見て多いなと思うのはどうちょっと構えてみて。だから逆を言えばこれでスライス打てる、うん、あ打ちたい時にそう基本ねそうやって構えてるじゃん、うん、でインパクトどう。そうだよね、うん、できてんのよ、うん、何かっていうともう一回構えて、うん、構えた時にまあ大体スクエアか、うん、左腕がこうやってこう前に出てるじゃん、うんうんはい、でインパクトはそのままグーッてインパクトして多分こうじゃん、うん、それが入れ替わることはまずないじゃん、はいはいはい、右腕が上に来ることはまずないじゃん、うん、でも結構多いのがその逆をやってる人、うんうん、構えて右腕を前に出してグッとこうそう右腕を前に出してでもクラブフェースはまっすぐだよね、うん、そうまずクラブフェースはまっすぐ構えながら右腕を前に出して構えるの、うん、これよくあるの右腕をどんどん突っ張ってしまう人が多いの、うん、そういう構えからインパクトがそのままさっきの形でそうなってくるの、うん、開くよね開くよね、うん、だから普通に素直に打ったらスライス出る、うん、そういう人が結構多い、だから自分のスイング見て、構えがどうかっていうのを見た方がいいかもしれない。でも確かに私も1年ぐらい前、うん、もっとこうだよって言われたことある、うんうん、でもリストがすごい強あの使うとやこれでもねリスト使う人はこうフェース開いてるけどここで調整して使ってるわけよ、うんうん、それでまっすぐ打ってるっていうのもある、うんうんうん、だから自分のその癖をまず見た方がいいかもしれない、うん、だそもそもリストをあんま使うと良くないよね、うん、今アイアンだって池田先輩リストを使わないようにしてるわけじゃん、うん、でも本当に良くないなって分かったわ。そう難しいんだよね。今の方がもう100倍安定してるから使わない方が。じゃあみんなリスト使わない方がいいです、うんうん、だからそこをねまずやってみようよ、うん、じゃあまあそもそも普通のスイングはできててドローを打つから、うん、逆にさっき言ったスライサーで構えてそうそうそれでフェースまっすぐね、うん、で素直に振ってみて思いっきり振って素直にもうこの時点で気持ち悪いからめちゃめちゃ気持ち悪いよ。でも素直に振っていいよ、ね、直さないそうそこからね、だって絶対上げた瞬間にもうフェース面が変なところに、はいはいはい、見ましたか見ましたか。だって上げたトップでめっちゃ変なところに向いてるフェースが、うん、そうだよ。スタートが全然違う。スタートがこんなんだからね、うん、こっからスタートを普通上げてるのにこっから上がんないもんね実際。でもそういう人が多いのよ。これやってたらみんなスライスするよって思う。そうでもなんでかっていうと無意識に右手をどんどん前に出そうとしちゃうの、うん、で右手に力が入って右手がどんどん突っ張ろうとするわけ、うん、でも実際は右手って下にあるからゴルフで言えばね右手下にあるからたるませないと右手が勝っちゃうと絶対にの、うん、あの左腕がたるむから今度、うん、そう分かる。それが普通なんだけど、うん、だもう一回やってみよう。そうそうそこからいつも通り振ったらあ結構重症ですね。だからこの度合いでフェードにできそうだね、はい、うん、そうそういうこと。これをだから重症の人はあそうちょっとにしたら今ねやっぱりこの肩もめちゃめちゃこうだから、うん、この肩の状態は右手がこうやって突っ張るだけでいいよ、うん、そう右手をちょっと前に出すだけ、うん、
それでやってみて。あと素直に振る。いいね。あーまあまあいいフェード、フェードっていうか、フェードっていうかまあスライスで OB だね。スライスで OB です。でさっきよりは縮まった。そう、もう一回いこう。いいじゃん、うまいよ。こうやって使えるかもしれない。そうそうそう、なんか絶対左嫌だなっていう時はあえてこう突っ張らしたらいい、うん、構えで。これめちゃくちゃ簡単にスライス出るよ。もう確かに、こう出したい時はだからね、ミスショットから学ぶってすごいよ、いいよね、うんうん、このぐらいでもいいかも、私の場合。おいや、これでフェードぐらいだもんね。はいはいはい。だからスライスしてる人は、うん、絶対突っ張らしちゃダメってことだよ。そう、だからまず見てほしい。これを言いたいんでしょ。そういうこと、うん、結構多いのよ。まずアドレスが結構こう右腕が突っ張ってて、うん、でスローの動画で見るとね、インパクトみんなこうやってするんだ。こうやって構えてたらインパクトこうやってしてほしいんだよね、うん、うん、ただまっすぐなんだけど、こう構えてんのにこうやって打っとこうとするんだよね、うん、絶対そうなっちゃうね、うん、これでスライスですって、うん、それはそうだろうと思うんだけど、これでもまっすぐ打ててる人ってこのリストがこれだけ使ってるよっていうのも教えるよね、うん、でも普通にこうやってやったら、普通に何、普通にたわませる。ああ、たわませて、うん、ああ、いいね、うん、いい。やっぱたわませないとね。そうなんだよね。で、このたわませるって何かっていうと、もうずっとさっきも力のところでも言ったけど、うん、力が入ってる状態から次の動作ってなかなか難しい、うん、柔らかい状態、力がない状態、うん、から瞬発的にこうやって力入れられるから、うん、そこでここで入れたいわけだから、うん、ここで突っ張ってたら次の動作がまず入んないの、全部遅れる、うんうん、あ曲がんないからここで一回抜いて曲げてまたこう入れなきゃみたいな、うん、ずっとおかしな状態になるから、もう楽な状態のままここでスパーンって最後入れてほしいから、とにかく右腕は垂れませたい。左腕ってあんまりこうこういう動作いらないから、うん、コントロールのあの腕だから、うん、なんかどちらかというと力入っててもいいかもしれない。うん、別にパーンって言うんですか、うんうん、まああんま良くないけど、うん、実際こうやって両方たるませたいけどね、ある程度ここでのこういう動作もこう使う人は使うから、うん、まあ、使わなきゃこのままでいいんだけど、そう実際そうなのよ。右手もこうじゃん、右手はこうだけど左腕もこう、うんうん、こういう動作使おうと思ったら使えるわけよ、うん、だけどそれを全部右でだけで行うこともできる、うん、実際こうこう使えれば。でも右は絶対なわけね。右は絶対だね、うん、おお、いいね、うん、だから実際今スライスしたじゃん、うん、じゃあその逆やってみて、例えば、うん、もうそう、いやいやいや、これぐらいこれぐらい、もっとここから打ったらどうなる？そんなめっちゃフックするでしょ。こんなに傾けてたらさ、うん、練習だから。普通に何も意識しないで。うん、おお。そりゃ当たり前だよね。もう一回。だってさ、じゃあそこまでしないで、多少オーバーなぐらいやって。おいいですね、うん、いいですね、そうだね。そうやってスライスの人はそういうところをチェックするのがまず大事かもしれない、うんうん、それだけで治ればね。そう、それだけで治ればいいし、もう変な話スライス打ちたかったらいつものこの構えからこうやってやってちょっと構えるとかでもありかもしれない、うん、したらスライスが出るよねっていう、簡単にね、うん、したら簡単に治るっていう、簡単に出れば簡単に治るから、そう、それはちょっと要チェックしてほしいですね、うん、ありがとうございました。じゃあ皆さん右腕をちょっと力抜いてたわませて打ちましょう。そうすると捕まらない人も捕まるようになるかもしれません。試してみてください。この動画が良かったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。コメントもお待ちしてます。それではチェキラー。